ぱりこれだけ社会全体がですね、この待機児童問題に本当に切実なる本当に思いを抱いているということの中で、まさに今日はお子様連れでお母さん方来ていただいているんですが、署名活動を頑張ったり、保育園落ちたの私だって言って国会前でご運動いただいたり、ほとんどの方が女性お母さんなんですね。やっぱりそんな時に、本来であればお父さん男性が同じように署名活動をしたり、プラカード持って一緒にということが多分あるべき姿なのに、正直待機児童問題が女性問題というような状況になってはいないかと。もっとやっぱり男性お父さんがこの問題に向き合って自分のこととして考えないと、残念ながら多くの場合この問題の決定権者も男性の方が多いわけですから、そういうことから今回やっぱりこういう会を持たせていただく中で、じゃあどうやったら男性お父さん方にこの問題に向き合っていただけるのかということを、要望書の中に、入れさせていただいたというふうに考えております。働き方も変えなきゃいけないと思います。お父さんの働き方が変わるということは、実は女性が活躍しやすい、そういう社会になるわけでありますし、一方でもっと地方に雇用をちゃんと作って、地方で子育てできる環境を作ればですね、実は保育所は250万人分以上あるんですが、今入っておられるのは240万人ちょっとですか。そこに10万人ぐらいの枠もあるんですよね。聞くと地元に残りたいなって思いながら仕事がないから都会、その地域を都会に行かざるを得ない、その待機児童の問題に直面する、こういう問題もある。ですから、ここで働き育てたいという方々にはそこでちゃんと残れるような環境を作るということも重要だと思います。マザニュージャパン代表の安藤です。3人子供がいまして、もうだいぶ大きいんですけども、今小3の息子が1歳で保育園に入園するときに、やはり認可の待機を食らっています。ちょうど7年前ですけれども、ハザニュージャパンの会員にも何人もそういう家庭のお父さんがいて、当時渋谷でベビーカーをパパたちが押してデモ行進を7年前の4月にやらせていただきました。これもかなりニュースで取り上げられて、もっとパパたちもやっていこうよっていう一回こうムーブメント来たんですね。ただそのこと過ぎればで、その後無認可に行って、僕も保育園に毎日行ってたんですけれども、やっぱり認可外非常に質が僕も問題だなと当時は思ってました。なので妻はもう復帰してフルタイム働いてましたんで、当時僕はもうサラリーマン辞めて NPO やってました。昼間動けるので、僕自身が保育園の見学に行ったりとか情報集めをして、その東京都の認証保育所が近所にできるという情報をキャッチして、すぐそこを見に行って早く申し込めたので、4月から3ヶ月後の7月1日から認証保育に行くことができたんですね。その後うちの息子はあと2円変わって、5年間で4円保育園変わっているような状況、保育園ジプシーと呼ばれてましたけれども、そういう状況が7年前に僕の中であったんだけども、まだこれやってるのかと。で、補活っていう言葉自体があることがもうおかしいよねと。こういう活動って世界各国例がないですよね。なんで日本だけこの補活という、しかもお母さんだけがその活動し続けているのかという問題がある。どうしても賃金格差というか、男性と女性が子育てをするという中で、2人とも仕事を辞めるわけにはいかない。で、やっぱり体力があるとか、やっぱりその、これまでの監視とかその賃金の問題とかでいろいろで、やっぱり女性の方が圧倒的に休むなり、仕事を辞めるなりっていうことが多いっていう中で、こういったところにまず出てこれるっていうのは、やっぱり女性の方が多くなってしまうのかなっていうのは一つあるかなとは思っています。なのでこういった場で男性も取り組むべき課題であるというところをまずしっかり発信していただいているというのは本当にありがたいなと思っています。